ヨハネによる福音書の17章の1節から6節まで最初にお読みいたします。ヨハネによる福音書17章の1節から、イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてください。あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。永遠の命とは、唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使いになったイエス・キリストを知ることです。私は行うようにと、あなたが与えてくださった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。父よ、今見前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光を世から選び出して私に与えてくださった人々に私は皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に与えてくださいました。彼らは御言葉を守りました。お祈りします。主よ、今日も私たちをあなたの御前に呼び出してくださいましたことを感謝いたします。今日も御言葉を与えてくださいますことを感謝いたします。御言葉、単なる文字ではなくて、言葉ではなくして、御言葉、あなたご自身です。あなたの皆を私たちに教えてくださいましたし、皆を私たちに与えてくださいました。私たちがそのことを今日深く知ることができるように、御霊の助けを与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ヨハネによる公開のメッセージの今日は49回目に相当いたします。主イエスの御名を知るということが今日のメッセージの題です。イエス・キリストの御名を知るです。ヨハネによる福音書の13章から最後まで、これは、まあ、復活のところまでですけれども、これは、この、わずか一週間の出来事でした。13章でイエス様は弟子たちの足を洗いました。何も汚れて泥だらけになっているから洗ったんじゃありません。それこそイエス様は、これから自分自身があなた方の罪をどのようにして洗っていくか、清めていくか、それらのことを教えるためでありましたね。それを身をもって一日か見える形でも表しました。そして14章から16章まではイエス様の最後の教えが3章にまとめられておりました。これは締めくくりの章と言ってもいいかもしれません。14章では父と御子と聖霊、この三位一体の神様について特にポイントを絞ってお話をしました。15章ではイエス様と私たちの関係を伝えてくれました。それをブドウの木に例えて話しました。何度も言います、ブドウの木をイエス様はここに例えとして用いたんですね。まさにブドウの木と人間の姿、これは全くとてもよく表しているんです。第一番目に、ブドウの木っていうのは幹と枝の区別ができないんですよね。そのようにして神様と自分自身の区別ができないんです。それからブドウの枝は自分勝手に伸びていきます。教会の正面の左側にブドウの木を植えましたけれども、勝手に伸びてますね。あんなに小さかったのが。それは私たちを同じです。自由意志を与えられて、自分で考えて自分で行動することができるっていうものに作ったからそうなります。しかし、いくら伸びたとしてもブドウの枝は自立はできないのです。自分で立つことはできないんです。何かにしがみつかなきゃいけない。何かに依存しなきゃいけない。家族に依存、お金に依存、会社に依存、自分の能力に依存。ここに命はありません。ですから4番目は剪定されていかなきゃならないんですね。肉の部分が切られて切られていかなければ、霊の実を結ぶことができないということでした。そして16章ではまた、この私たちにこの大切なことを教えておりました。さて今日は17章に入ります。17章は大祭司の祈りと題がつけられている箇所であります。祭司っていうのは人々の罪を神様の前に取りなすものっていう意味です。ですから
旧約時代には大祭司はですね、素晴らしい衣装を着て、もちろんその衣装、冠からですね、いろんな一つの衣装全部意味がありました。それはイエス・キリストを表し、イエス・キリストの御業を表してたんですね。そして動物を捧げていくっていう、そういったことをしておりました。神様に一人一人を結びつけていく。これが祭司の役目であったんです。さて、17章の1節から17章、これを3つに分けることができます。17章の1節から5節までは、イエス様が自分自身のために父なる神様に祈っております。それから6節から9節まで、これは弟子たちのために祈っております。彼らのためお願いします。守られるようにと祈りました。そして10節からずっと19節特に、この信じる者たち、私たちがのために祈っておりました。真理を理解して離れることがありませんようにっていう、イエス様は肉体をもって存在しなくなりますから、やがてこの霊によって存在しますけれども、十字架、復活、昇天って言いますから、彼らの目で見、手で触ることはできなくなりますから、そうして祈りました。自分のため、弟子たちのため、そしてこれから信じるところの一人一人のためにイエス様は祈りました。ですから17章、これ全体のテーマは、一つになることの救いです。一つになることの救いについて。要するに、三位一体の神様の中に私は一つになっていくってことです。17章の一節に、17章の11節ですけれども、11節に、私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。父なる神よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように、これは私たちが一つであるように、彼らも一つとなるためです。と言って、ここに彼らも一つに、私たちが一つであるように、彼らも一つに。ですから、一つになるっていうこと。これは大きなポイントです。そうすると、実にこの17章はですね、とても大切なワードっていうんでしょうか。これを4つ私たちに挙げております。一つは3節にあるように知る。知るって言葉です。それからその後の方にも知るって言葉が書かれております。これ3回繰り返されています。17章の中で。次に、うちにっていう言葉が。特に20節からずっと、うちに、うちに、うちに、と4回繰り返されます。それから、みなっていう言葉が、それが最初に出て、先ほど出てきましたように、6節から始まってですね、これも4回繰り返されていきます。一つっていう言葉が5回繰り返されます。そうすると、この4つの言葉が、とても一つなんです。とても大切なキーワードになります。一つになる。それは知る。それはうちに。そして皆。イエス・キリストの名前のことですね。さて、ここで皆を知るっていうことから始まっていかなきゃなりません。私たちが信じるっていうことは、神様の皆を信じることです。皆っていうのはお名前っていうことではありません。あるいは、姓と名、ですね、名字と名前っていう、そんな意味ではありません。そうではなくして、名前っていうのは、それは存在です。またそれは能力を表しています。それはまた人格であります。そして、その人が持っているところのご計画、計画だとか、いろんなこと。ですから、イエス様はこの17章の中にいて、皆を表しました。6節に、皆で守ってください。と、11節で。そして、私はあなたの皆を守りました。そして、皆を知らせました。という、皆、皆、皆って言葉ですね。ここでも4回繰り返されてましたよね。17章の1節に、イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表す時ですって言いました。
そうです。イエス様は神様の栄光を表すためにやってきました。神様の栄光というのは何ですか？それは一人一人が滅びないで救われること。これこそ神様の栄光です。それを表すためにイエス様は来てくださいました。人となりたもうて、教え、十字架に復活にというその道をたどりました。そして十字架と復活によって全ての人を支配するという言葉がありましたね。二節に。あなたはここに全ての人を支配する権威をお与えになりました。この支配。普通支配って言いますと力による支配ってことを考えますけれども、イエス様の支配は全く逆です。イエス様が人を支配するのは命と愛によってです。この二つによって、イエス様は人を支配してくれるお方であります。力の支配ではなく、愛による命の支配。委ねられた人々に永遠の命を与えるその働き、支配者と私をしてくださいと言いました。永遠の命とは、唯一の誠の神と、あなたが使わせたイエス・キリスト、私を信じることです。永遠の命は父なる神様、私を信じることです。と言いました。イエス・キリストを知る。これは知識を超えていかなければなりません。それは、彼ら選ばれた人々に、私は皆を知らせました。って6節ありますね。私は皆を表しましたですね。ごめんなさい。はい。さて、そうすると、私の救いはこれらの4つの言葉から明確になってきます。それは第一場面、私たちは皆を知らなきゃいけないってことです。神様の単なる名前を超えて、神様がどのような方か、イエス・キリストがどのような方で何をして、これからどうするのかっていうこと。存在から始まって全てのことを知る。それを知るっていうこと。ですから、神を知るっていうことです。そして、次に、その方と一つとなる。まあ、知るっていうことも一つとなるっていうこともですね、これも似たようなものですね。アダムはエヴァを知ったっていう時に、これはまあ一つとなるってこと、あるいは知るってことと、これは同義語に置いてもいいかもしれません。特に一つになるってことは、次回のメッセージの中心テーマにしたいと思っております。今日は皆を知るっていうところにですね、特に集中したいと願いますね。さて、皆についてですけれども、前回もお話をしました。基本的に神様の名前は大事な基本は二つあります。ヤーベ、ヤハウェ、ハイヤ。それは読み方が誰もわかりません。ですからどうでもいいってわけではないんですけれども、まあ私はヤーベ、ヤーベってですね、この、読んでますけど。それは主とか存在とか意味あるんです。また創造主と言ってもいいですね。もう一つはエロヒームです。エロアハという時もあります。でも、このエロヒームっていうのは、これは我々と訳されます。我々。ですから、三位一体の神様の姿を表しております。創造主であり、死と子と精霊における三位一体の神であるっていうこと。それがエロヒームっていうことでした。そしてそこが基本であって、さらにいろんな名前を聖書は私たちに教えてくれました。エホバ、アドナイ・エレ。主の山に備え、まあ、アブラハムに、イサクを殺すときですね、言ってくれましたね。エル・ロイと言いました。これはご覧になる神でありました。アドナイ・ニシ。それは主は旗ってことですから、戦うお方って意味でしたね。エホバ・シャロン。これは平和という意味でした。ヤーベ・ラー。これは、主は私の牧者、主は牧者という意味でしたし、このようにして、アドナイツデネクと、発音はですね、皆さん正確じゃありませんからですね、この発音を覚えないでください。いずれにしても、名前いろいろついてるっていうことです。これは正義っていう意味でした。呼び名ではなくして、名前、名っていうのは、存在、人格、能力、働き、その心の内側、計画、御心、それらが全てを含んでイエス・キリスト、父なる神様、
三位一体の神様のな、みななのですね。さて、ヤーベ、エロヒムなる方は、ご自分の形に我々をかたどって我々を存在させました。命の息を吹きかけられて、そして生きるものとした。それは神と共に生きるものにしてくださったんですけれども、アダムとエヴァはそこから離れていってしまいましたね。善悪を知る木を取って食べたのです。善悪を知る木っていうのはモーセの十戒で表されるところの私たちの生きる基準でしたね。そうです。神様は私に自由を与えましたから、それは基準を与えなきゃいけないんです。何をしてもいいってことではなくして、これをすると生きる。これを知ると、すると生きることはできないっていうですね。モーセの実戒こそ善悪を知る命の木、この実だったんです。でもアダムとエヴァはそれを取って食べました。取るっていうことはそれを自分の手に握るってことです。そうです。善悪を握った者は神になるんです。彼らは自分が神として生きようとしました。これはエデンの園の中央に置くことはできなかったが、彼らは追い出されてきました。しかし神様はただ追い出したのでありません。皮の衣を着せて追い出しました。皮の衣っていうのは主の、やがて来る主の十字架ですよね。これを着て帰っておいでという意味だったんです。そこから始まりました。そしてその後の旧約聖書をずっと見ていくと、これは何度も何度も状況は違って、そこに登場する人物は違うけれども、同じことを繰り返していくんです。それは回復っていうことです。罪からの回復、あるいは再興って言ってもいいですね。国だったら再び、この、作り直すっていうことでしょう。それらを繰り返していきました。例えば、このノアの時ですね、神様はこのノアを選びました。どうしてかと言いますと、アダムとエヴァが生活する中におきまして、一人が増えてきました。しかし、神の子たちは、人の子の美しいのを見て妻にしたって言葉が表しているようにですね、神の子の命を持っているのだにもかかわらず、人の子を愛していくっていうのは罪人を愛するってことです。ですから、どん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 この同化していく、罪の中に。神様はこのまま放っておくことはできません。何をしたかっていうならば、ノアに対して洪水を起こすから、あなたは箱舟を作りなさいと言って、世界の刷新です。最高と言ってもいいし。ですから、箱舟、1キュビットはここからここまでです。その男性、女性、大人のですね、肘から指先まで1キュビット、約45センチとしましょう。そうすると、長さは130メーター。幅は22メーター。高さは13メーター。この箱舟を作りなさいって言って作らせ。そしてそこに、これだけ、どうしてこれだけ大きいの作ったんですか？ノアの家族だけだったら小舟でもいいんじゃないでしょうかね。神様は全ての人を救いたいんですね。そこに現地いた人たちをみんな救いたいからこそ、それだけのものを作らせました。ノアは神が命じられた通りそのようにしましたら洪水が来て、この世界はこの滅び、そしてもう一度新しい世界っていうんでしょうか、それが出来上がりました。またそれから何年経ったでしょうか。ノアの洪水はある人たちは BC の4000年だと言われております。アブラハムがやがて出てくるのは BC の2000年頃とも言われておりますから、それから2000年経ったんでしょうか。はっきりとしたアブラハムの数字は結構わかります。でも、ノアの洪水の年齢は、年はですね、ちょっとわからないんですけども。この2000年間ありましたけれども、そのノアの洪水の後、人々は世界バラバラになっていました。本当は神様の御心は、イスラエルですね、カナンです。しかし、当時、アブラハムはどこにいましたか？カルデアのウルにいましたね。今のイラクです。私もイランにいた時に、あっちの方がカルデーヌールだなってですね、この眺めてたことがありますけれども、本当にずっとこの南の方にあります。神様はそこからアブラハムを呼び出しました。何のために？イスラエルです。神の民を再び神の約束した年に置きまして、それを
作っていくためです。そしてアブラハムは裕福な生活をしていたと思いますよ。多くの俊兵たちもいましたから。ですがそこにいるならば何の苦労もない。でもアブラハムはあえて全てのものをしてですね、そしてカンナンのところに入ってきました。そしてそこに来て裕福な生活をできたかというならば、やがて危機に遭い、そしてこのヤコブの子孫の時ですね、エジプトに下って400年間そこで過ごしました。でも神様は彼らを忘れておりません。エジプト、この世からですね、再びまた神の国に、カナンの地にモーセを通して戻すんですよね。このようなことを何度聖書で繰り返しているでしょうか。その後本当にこの獅子たち、ギデオン、サムソン、まあいろんな人たちが出てきます。何よりもダビデ、本当にペリシテ人とかいろんな人たちに周りに完全に負けてしまっている。そこにダビデを起こす。そしてこの国をまた再興していく。何度もダメになっていく。何度もそこから作り変えていく。これの繰り返しをしてきました。列王記、歴代史、そして一番大きな一つにもまたバビロン捕囚もそうでしたよね。そこからまた再びそこに戻していく。イスラエル全体の歴史もそうですけれども、旧約聖書に出てくる、新約聖書に出てくる一人一人の人物も、これも場所が違い、時代が違って、出来事違うけど、同じことです。ダメになったもの、神から離れたものを再び戻していく、再び救うっていうことの、これの連続でした。ルツ記なんかもそうですね。ルツなんかは異邦人でしたよ。異邦人だったけれども、ルツはイスラエルに導かれて、そしてなんとなんとルツによってダビデが、そしてイエス・キリストが生まれてきますよね。このようにして異邦人であろうとも、神はそこから呼び出してご自分の民とし、イエス・キリストにつなげていく、命をつなげていく、これらをしていきました。さて、これらのことを見ていくときに、本当に多くのこの旧約聖書のですね、多くの記事をそのような形で読むことができます。神様の救いの回復ということになりますでしょうか。そしてやがて神様はマリアを通して予言されたように、今から2000年前に人の姿をとって現れました。永遠の昔、天地が作られる前から存在していた方が、私たちを明確に明確にさらに救い、これを表すためにイエス・キリストを送ってくださいました。さて、今まで私が語ったことは何を語っていたんでしょうか。それはイエス・キリストの皆によって語ったんです。イエス・キリストの皆、これ旧約聖書も新約聖書も通して、出来事の一つ一つはイエス・キリストの皆を語っているのです。イエス・キリストがどのような方か、イエス・キリストが何をしているか、イエス・キリストがどのように愛なる方、イエス・キリストが、まあ、三位一体の神様でいいんですけれども、どのように力があるお方なのか。これはすべて神様のご自分を表してたんです。だから皆なんです。出エジプトも、あるいは、この、バビロンからの解放、いろんなことのですね、一つ一つは、イエス・キリストの皆を私たちに語ってくださっていたんですね。ですから、私たちの救いはまず皆、神様の皆を知るってことでしたね。知る。でも本当にそれを正しく知らないと、それは何にもなりません。よくこの神様をですね、間違った形で知ってる人たちが本当にいっぱいいると思います。ヤーベ、存在主、エロヒム、愛の神、さらにいろいろ名前がありましたね。ご覧になる神様、そうです、私たちをいつもご覧になってるんです。アドナイニシ、そうです、私たちのために戦うんです、ご自分が戦うんです、十字架で戦うんです。そしてエホバシャローム、私たちに平安を与える方。ヤーベラ、主は牧者、いつも私を導いてくださる方、守ってくださる方。アドナイツデイ、
私たちの正義とな、正しい方となってくださる方。これ、イエス神様の皆なんですね。アブラハムのダビデの出来事、モーセの出来事、そして新約聖書に入って、この弟子たちの一人一人、そして今私たちは神の皆を知らされているのです。聖書の66巻は神の皆を私たちに教えてくださっております。3節に、永遠の命とは唯一の誠の神である穴である、おられる、あられる、あなたとあなたのお使いしなったイエス・キリストを知ることです。そして6節に、世から選び出して私に与えてくださった人々に私は皆を表しました。そうです。この皆を私知ることが救いだ。そうですね。はっきりと書かれております。まあ、さらに次回話しますけど、さらに進んで一つになるところまで行けば一番いいんですけれども、皆を表してくださいました。それをあなた方に知ってほしい。神様がどのような方であるかを知ってほしい。神様はあなた方を愛している。そしてあなた方を回復させようとしている。あなた方を救いたいと思っている。そういったお方であるということを知ってほしいということです。主イエスの皆とは天地創造からアダム、エヴァ、ノア、アブラハム、モーセ、いろんな人たちを通してご自分を表してくださいました。彼らの取り扱いはまた私たちに対する取り扱いでもあるんですね。何度も言います。聖書こそ神様の皆を私たちに知らせてくださっているのです。新約聖書に入るともっと鮮明に神様はご自分の皆を私たちに知らせてくださいました。何よりも神が人となってきてくださったってことです。見える形で。それ直接口から言葉を出して教えてくださったってこと。そして様々な奇跡とか、見業を通しましたけれども、一番中心の神様の皆を私が知るのは何によってかってならば、十字架です。十字架と復活。これによって私は神様の本質。私たちの関わり。これを知ることができます。旧約聖書の中においては結構目視的にっていうんでしょうかね。暗示的にって形で示してくださいましたけれども、新約聖書に入っては暗示でありません。非常に直接的にダイレクトに私たちにご自分の皆を表してくださいました。旧約聖書でも何度も失った国を取り戻すことができました。そうです。神様は私たちを愛し、ご自分をの子供として私たちを回復したいのです。そのために今働いてくださっております。感謝いたしましょう。神はご自分の皆によって私を救い、またこの神の子供としてくださろうとしております。アーメン。お祈りいたします。天の神様、この時をありがとうございました。あなたは私たちに皆を知らせてくださいました。単なる名前ではありません。記号ではありません。金文字、漢字文字、アルファベットではありません。あなたがどのようなお方であるかという、あなたの能力、あなたの考え、あなたの御心、あなたの私たちに対する愛、あなたの自己犠牲、これらのことを私たちに教えてくださっておりますことを心から感謝いたします。どうか私たちは、この皆を、神様というお方をもっともっと、はっきりと深く大きく知ることができますように導いてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。